ハロユージュ、今日はですね、菅総理の息子が東北新社っていう会社にいて、総務省の役人を接待していた問題であったりとか、その東北新社が衛星放送の免許を取り消されることになりそうだというお話について話したいと思います。まあ、正直ですね、その接待をしていたことと東北新社の衛星放送免許の話は実は全然関係ないんですけど、たまたまスキャンダルが出ちゃったんで、その辺がクローズアップされて、まあ放送法の規定で、外資が 20% 以上の株を持ってる会社というのは放送免許が付与されないっていうふうなルールがあるんですけれども、それを逸脱してたというのがですね、今回のその処分されるかもしれないという、趣旨なんですけれども、そもそもこの放送法の 20% ルールというのはどういう状況で作られたルールかといいますと、今からですね20年ぐらい前ですかね、ニューズコーポレーションというですね、まあイギリスとかアメリカで、衛星放送とか、あるいは新聞社とか、こういったものをやってるですね、ニューズコーポレーションという会社があって、そこのルパート・マードックさんという会長さんと、ソフトバンク、今をときめくソフトバンクの孫会長がですね、孫社長、がですね、タッグを組んで、テレビ朝日という会社をですね、買収しようとしました。テレビ朝日という会社はですね、もともとはですね、日本教育放送、ネット、日本エデュケーショナルテレビジョンというですね、日本で2番目の教育専門放送局として、実はチャンネルの免許、10チャンネルの免許を取りました。その後ですね、放送免許を普通の放送免許に変えて、今のテレビ朝日という形になってるんですけど、まあ、その辺もちょっとなんかグレーと言いますか、インチキ臭い免許の取り方をしてるんですけど、もうそれも僕はどうなのかなと思います。まず、教育放送として免許取ったのに普通放送に切り替えるとか、もう政治の匂いがまずプンプンしますよね。で、その会社がですね、大文社とか、朝日新聞とかですね、そういったところの共同出資で作られている会社なんですけれども、このですね、大文社が経営が傾いてですね、こちらの方の株をですね、マードックさんと、孫さんが買収して、テレビ局全体を買収しようとしたと。日本で、まあ、結構有名になった買収案件としては割と最近のものなんですけど、こちら、まあ、各方面からのですね、圧力が異様にかかって、最終的にマードックさんと孫さんは買った値段で売ることになります。まあ、その後ですね、僕が、ライブドアの時に日本放送株を買おうと、買ったりとかですね、楽天がですね、TBS の株を買おうとしたり、これも全部失敗したわけですけれども、それぐらい放送の世界というのはですね、闇が深いと言いますかですね、地味猛烈が渦巻く世界なわけですけれども、このマードックさんの件があって外資の規制を入れようということで 20% 以上は放送局の株を買えなくしたというのがこの外資規制、まあ、つまり買収防衛策、経営者の保身ですね、まあ、ずる賢い保身でしかないですけれども、まあ、それが、いや、外国の会社が放送局を買収したら大変なことになるとかですね、中国系の会社が買収したらどうなるんだとかですね、そういったことをですね、言う人たちがいるわけですけれども、そもそも上場している会社の株、日本の上場市場というのはですね、公開されていて 100% 外資が買ってもいいようなルールになっております。そんな公開市場にですね、上場している放送局がですね、20% 以上株を買われたらどうなるかというとですね、まあ、簡単にその放送法の外資規制 20% 超えちゃうわけですよね。で、実際超えてました。超えてる会社はいっぱいありました。我々が買収しようとしたフジテレビもそうでした。日本放送もそうでした。じゃあ彼らはどうやってこの今東北新社がやられている放送法の違反じゃないかっていうふうに言われている件をどうやって回避したかっていうと、名義書き換えをしないという方法で彼らはそれを逃れてました。つまり外資企業がですね、 20% を超える株式をですね、取得しようとすると名義書き換えを拒否してたんですね。つまり誰かから株を買うわけじゃないですか。そうすると証券保管振替機構というところにですね、株式登録されて名義人が A さんから B さんに変わるわけですけど、この B さんが外人だとする、外国人の投資家だったりファンドだったりすると 20% を超えてるって会社が認識した時点で名義書き換え止めて、実質的なその名義人として書かれてる株主は旧株主のままっていう状況になってるわけですね。しかしながら財産権そのものはですね、その新しい外資の株主にあるわけですね。
議決権はないし名義人でもないんですけど、実際には買ってるわけだから財産権はその外国人株主にあるわけです。だからこれはもう、まあ、はっきり言って法律の回避ですね、迂回回避に過ぎない状況です。もしかしたら今もそういう会社いっぱいあるかもしれません。ちなみに我々が日本放送の株を大量、時間外で大量取得したわけですけれども、その時に、トレードした相手というのは外国人の株主でした。しかもその名義書き換えをしてない人たちですね。で我々が、その株を取得して名義書き換えをしたので、我々の名前が、表に出て、そして議決権を持ったわけですけれども、まあ、そういったその法律、まあ、一種の法律逃れというのは実はこの上場している放送局では、常態化しております。さらに言うとですね、これ、我々のライブドアが、日本放送株を大量取得した以降ですね、また放送局がロビー活動をして、今度はですね、認定放送持ち株会社っていうですね、制度を作り出して、その認定放送持ち株会社になればですね、3分の1以上単独株主が持てないというような新たな規制を導入しました。つまりこれ完全な買収防衛策、オフィシャルに、放送法で規定された買収防衛策を経営者の保身のために、まあ、例えばフジテレビの秀さんあたりがですね、主導してこういったことをやったんじゃないかなというふうに、思ってしまいます。それぐらいですね、放送局の幹部と、総務省、そして、政府はもうズブズブの関係なわけですよ。だからああいう、今でもこれその菅さんのですね、長男が、東北新社でその総務省の幹部を接待してましたとか、そういうお話が出てきているということは、この盤石の、蜜月の関係が、終わりに近づいてるんじゃないかということを彷彿とさせる話でありました。まあ、それぐらいですね、放送局の地位が危うくなってきてるのではないかなと、こういうことをまあ象徴させるような出来事なんですけれども、まあ、正直言って、東北新社の免許を取り消すとかっていうのは茶番以外の何物でもないと。そもそもですね、おめえら放送局はですね、名義書き換えを拒否して、放送局の外資規制をお前逃れてきたじゃねえかって、僕は声を大にして言いたいなと思います。いってらっしゃい。はい、私ニコニコ動画でブロマガチャンネルってやってるんですけれども、これから週に1回1時間皆さんの質問に何でも答えますよっていうのをやりたいと思いますんで、ぜひ今すぐブロマガチャンネルに登録してください。月々880円です。税込みです。いってらっしゃい。 No, no, no telephone.